紹介試験を始める前に音を聞いてくださいまだ問題用紙を開けないでください音がよく聞こえないときは手を挙げてください天気がいいから散歩しましょう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  散歩しましょう。日本語能力試験、懲戒 N2。これから N2 の懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。 問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから、 話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます1番大学で女の学生と男の学生が話しています 男の学生はこの後、まず何をしなければなりませんか斉藤君、事務所に教室の使用願い出してくれたえ、使用願いなんだっけほら、来週のクラブのミーティングで使う教室よ。結構出席者多いから、大きい教室借りないと。ごめんごめん、忘れるところだった。えー、っと、手続きって。事務所で用紙をもらってね。申し込むときは、 先生のハンコもいるよ。それから斎藤くん、新入生歓迎会の準備でお金立て替えてくれてたでしょその分返すから、レシートくれる今日は持持っっててないから来週ののミーティングの時持ってくる男の学生はこの後まず、何をしなければなりませんか 2>, 2番会社で女の人と男の人が話しています女の人はこの後まず何をしますか先輩あの缶ジュースのデザインやり直しになりそうなんですこの間のプレゼン部長の反応が良くなくて今までのからあまり変えない方がいいんじゃないかって予算の問題はクリアしたんですけど 新しいデザインの意味、ちゃんと部長に伝わったのええデザインに込めた意味とか色の持つ意味とか力を入れて説明したつもりですうーん客観的なデータは示したあいえ特には消費者の声も大事だから好感度とか調べてみたら具体的な数値があれば説得力もあるしそれでもダメならまた一から新しくデザインし直すしかないけどそうですね地球取り掛かります 女の人は、この後、まず何をしますか三番会社で男の人と女の人が話しています。女の人は、まず何をしますか 佐藤さん、この間お願いした社長の海外出張の件だけど、ちょっと日程変更が出ちゃったんだよね。飛行機の便を適当な時間に変更するようにって言われてるんだけど。はい。どういう変更ですか社長は17日の午後に帰国する予定だったんだけど、その日の朝10時から日本で会議が入ったから、飛行機を前日の便にしてほしいんだって。16日は昼までしか予定が入っていないから、 夕方以降の便だったら大丈夫だよねはいホテルもキャンセルですねいや最終日の宿泊をどうするかは飛行機の時間次第だね飛行機が深夜の出発だったらそれまで少しでもホテルで休まれた方がいいんじゃないあ、そうですねじゃあ帰国便が確定し次第社長にご連絡してホテルで休まれるかどうか希望をお伺いしてはい、わかりました

いよいよ卒業だね国に帰るんで家具とか電気製品いらなくなるんだけどどうしたらいいかな僕の場合はアルバイト先の友達に譲るんだそれはいいね私のもまだ十分使えるから捨てるのもったいなくてこの間大学の掲示板で見たんだけど先輩の家具を引き取って新入生にあげる活動をしているボランティア団体があるんだって連絡すれば取りに来てくれるからそこに寄付すればへえー いいね。それかリサイクルショップに売るっていうのもいいよね。ああ、だけど電気製品の古いのは買い取ってくれないかも。そうなんだ。あインターネットでの販売はどう写真載せて買いたい人と直接やり取りするやつ。お店まで持っていく必要がないから楽でいいかなって思ったんだけど。ああ、それは避けた方がいいと思うよ。受け渡しとかお金のこととかトラブルもあるって聞くし。 そっかやっぱり新入生に喜んでもらうのがいいんじゃない手間かかんないし。うん、じゃあそうしよう女の留学生はいらなくなったものをどうしますか 五番。山口課長からの。留守番電話のメッセージを聞いています。課長からのメッセージを聞いた後。まず、何をしなければなりませんか。あ、もしもし、山口だけど。会社に電話したら、外出中ということだったんで、携帯の方に連絡しました。今、大阪に向かってるとこなんだけど。明日の会議で使う資料。 会社に忘れちゃって。申し訳ないんだけど資料の場所を君しかわからないから戻ったらすぐに郵便局に行って速達で大阪のホテルに送ってほしいんだで郵便出す時到着日時確認してくれるうーんとりあえずこれ聞いたら折り返し僕の方にかけてくれない宛先も教えたいし悪いけどよろしく。 課長からのメッセージを聞いた後、まず何をしなければなりませんか？問題２。問題２ではまず質問を聞いてください。 その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。 一番。会社で女の社員と課長が話しています。課長は何に驚いていますか 課長、今営業部の田中くんから差し入れのお菓子をいただきましたおいいねちょうど一段落したところだからちょっと休憩しようかはい田中くんこの前はあの人気の行列のできる店のお菓子を買ってきてくれたよなこれもどっかの有名な店のお菓子田中くんの手作りだそうですよへえこれはうまい。 見たた目も味もも味ととても素人が作ったとは思えないよ。田中君やるもんだなそのうち「お菓子の店を始めるので会社を辞めます」なんて言い出したりするんじゃないか課長は何に驚いていますか 2>, 2番大学の就職セミナーで男の人が話しています。男の人はどうして今の仕事を選んだと言っていますか 私はこの大学の卒業生で社会人2年目です。えー、実は私の大学時代の専門はコンピューターでした。ですから今福祉の仕事をしているというと当時の友人は皆驚きます。確かに専門と直接関係があるわけじゃないし新たに学んで資格を取らなくてはなりませんでしたからね。でも子供の時から人のためになる仕事がしたいという思いがあったんです。幸いこの仕事は需要が高く 未経験の私でもすぐに仕事に就くことができました男の人はどうして今の仕事を選んだと言っていますか 3番電話で車の修理工場の男の人と客が話しています。客はどうすることにしましたか もしもし、南自動車工場の中村と申します。伊藤さんのお宅でしょうかはい。あの、お預かりしている車の点検が今終わりまして、交換が必要なものがござりますのでご連絡いたしました。あの、交換って何のですかオイル交換とかいえ、オイルはきれいで問題なかったんですが、タイヤとワイパーがだいぶ消耗して傷んでおりまして、交換した方がいいかと思うんですが、 ワイパーは自分で交換できるので、そのままでいいです。えっと、タイヤって結構高いですよね。そうですね。種類にもよりますけど。困ったな。こないだライトがつかなくなって交換したばかりだっていうのに。でも、そのままにしておくと危ないし。わかりました。じゃあ、お願いします。 客はどうすることにしましまたか4番会社で女の人は男の人に何を頼みましたか 来週の展覧会の準備どう忙しくて今週は土日も出勤しなきゃなんないかもって言ってたけど。なんとか休日出勤は避けられそうだよ。少し余裕出てきた。ほんとじゃあ今度の土曜日バレーボール大会があるんだけど出てよ。メンバーの青山くんが足骨折しちゃって今入院中なんだ。青山くんって営業のうわぁ、僕青山くんにはいつもお世話になってるんだよ。 すぐにでもお見舞いい行きたいけど今日は無理だなあ私今日お見舞い行くから心配してたって伝えとくよで土曜日どううーん分かったよ僕じゃ役に立たないかもしれないけどね女の人は男の人に何を頼みましたか 5番。テレビでレポーターが料理のコンクールについて話しています。このコンクールの目的は何だと言っていますか。 こちらのレストランでは店の料理人たちによる料理コンクールが開かれています優勝作品を選ぶのは常連のお客様たちです料理人は普段からお客様が喜ぶ料理をと日々調理の技術を磨いていますが同じメニューではお客様に飽きられるそうならないように新しい発想で料理を創作していくことが大事だということで料理長が開催を決めたそうです 優勝した料理は、来月から、新メニューとして、お店に登場します。このコンクールの、目的はなんだと言っていますか。六番。ラジオでアナウンサーが話しています。アナウンサーは、画家がこの絵で。 どんなことを表現していると言っていますか 先週松田二郎氏の「猫」というタイトルの絵画を見に行ってきました椅子に腰掛けた女性の足元に猫が座っている絵でこれまでのダイナミックな作品とは違い静かな生活の一瞬を切り取ったようです絵の中の女性は奥様猫はご自身なのだという松田さんのお話を伺いつい松田さんはうちの中では小さくなっているのかと思ってしまったのですが実際は いつもあなたがそばにいてくれて安心ですというメッセージが込められているのだそうです。アナウンサーは、画家がこの絵でどんなことを表現していると言っていますか ここで、ちょっと休みましょう。 ではまた続けます問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に質問はありません まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。一番。高校の入学式で 包丁が話しています新入生の皆さんご家族の皆さん入学おめでとうございます入学式にあたり私たちの学校について基本的な考えをお話ししたいと思います本校は1950年に創立して以来心の教育を重視してきました学校は勉強して学力を上げるためだけの場所ではありません 社会生活の中で必要な礼儀作法を身につけることにより家族や友人を大切にする心を育てていきたいと思っていますご家族もぜひご協力よろしくお願いします校長は何について話していますか <S ?1, 1 <S 学力を上げる方法 2 2> この学校の歴史の長さ3家庭での学習の大切さ4この学校の教育方針2番。 女の人と男の人が話しています新しい仕事どううんだいぶ慣れたけど結構忙しい前の会社と違って会議とか出張も多いしねえーじゃあ疲れるでしょううん不思議なんだけどそうでもないんだよ時間に追われて不規則な生活してる割にねやりたい仕事だからかなそうなんだ前の会社にいた時は ずいぶん悩んでたよね。やりたい仕事をするために転職するかどうか。うん。悩んで決めた仕事だから、後悔しないように精一杯やろうと思って。なんか前より生き生きしてるね。うん。やりがいがあるし、この仕事。男の人は、新しい仕事についてどう思っていますか一 忙しいので疲れる。2>, 2、忙しいが充実している。3、やりたい仕事ではないので転職したい。4、やりたい仕事ではないが頑張りたい。 3番ラジオでアナウンサーが話しています宇宙という言葉を聞くだけでワクワクするという人も多いと思いますがそのような方にぜひ足を運んでいただきたいのが北山大学宇宙物理学研究所ですここでは毎月一般の方を対象に特別講義を行っています地球誕生の秘密から宇宙人は本当にいるのといった話まで 最新の研究成果を取り入れながら分かりやすく説明しています。参加は無料ですが予約制になっています。興味のある方は大学までお問い合わせください。アナウンサーは何について話していますか 1, ?1 宇宙物理学の学び方二 最新の研究成果。三。特別講義の案内。四。社会人のための入学案内。四番。テレビでレポーターが。 山川町について話しています。今日は山川町をご紹介します。山川町には東西大学があり、昔から落ち着いた学生の町として有名でした。ところが今、住宅地として注目を浴びています。住みやすい町といえば昔から交通の便利さ、安全、静かさが重視されますが、 山川町にはそれに加えて大学病院もあります。近年の急速な高齢化に伴い、病院や公共施設の充実した町に移り住む人が増えているということです。レポーターは山川町の何について話していますか一住宅地として人気が出てきた理由 2, 2学生の町として人気が出てきた理由3学生が増えている理由4病院が増えている理由5番 テレビで女の人が話しています。最近は野菜ジュースがよく売れています。忙しい現代人にとって手軽に栄養が取れるということが魅力のようです。ただ、野菜ジュースに頼りすぎるのは好ましくありません。同じ量の野菜を生で食べるのと野菜ジュースにして取るのでは、ジュースの方が栄養成分の種類も量も少ないため、 ジュースのみでは栄養バランスが偏ってしまう恐れがあります一日に必要な量の野菜を使っても作る過程で絞ったり加熱したりすることによって栄養成分は減ってしまいます基本的にジュースは補助と考えることが大事でしょう女の人が伝えたいことは何ですか 1, 1野菜ジュースの作り方 2, 2現代人の栄養バランスの偏り3一日に必要な野菜の量4野菜ジュースをとる上での注意点 問題4問題4では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでください。 では始めます。1番。木村さん、君本社に行くの明日だっけ ?1。かしこまりました。明日ですね。2。2> 突然明日と言われましても。3>, 3。い,いえ、明日じゃなくて明後日です。 2番。あれ今日出すレポート、カバンに入れてきたはずなのに。1。え、ないの ?2。2> 持ってきてよかったね。3。締め切り忘れてたの 3番国際交流のイベントの準備手伝ってくれるとありがたいんだけど1い,いえ気にしないでください 2, 2あ、はい、私でよければ 3, 3ありがとうございます助かります四番 私、明日が初めてのプレゼンなんで、不安で仕方ないんです。1。1> まだ何か方法があるはずだよ。2>, 2。大丈夫、きっとうまくいくよ。3。初めてなのに自信あるんだね。 5番。田中さん、店長がお呼びです。1。あ、今行きます。2。2> じゃあ、お呼びしましょう。3>, 3。すぐ来てくれますか 6番。前田さん、市内のゴミ問題に関する資料、できるだけ多く集めてもらえないかな ?1。1> そんなに多く集めることができたんですか 2>, ?2。たくさん集めても無駄ってことですね。3。はい。集められるだけ集めてみます。 7番まさか部長が会社辞めるとは思わなかったよねすごい予想してたんだねほんと信じられないね 3> 3やめないことになったんだね 8番この研修会山田さんも来られればよかったのにね。山田さん来なくてよかったね。2> 2山田さんと研修が一緒で心強いよ。山田さん急な会議が入っちゃったからね。 今お茶をご用意しますのでちょっとお待ちくださいねあっお構いなく 2, 2どうぞご遠慮なく3お気の毒さま 10番今度のシンポジウムの経費、ざっと見積もってどのぐらいになりそう ?1 大体5年ぐらいになりそうです 2, 2もう支払いは済んだんですか ?3 夕方までに計算しておきます 11番。しまった。うっかり会社に書類を置いてきた。1>, 1。ちゃんと置いてきた ?2。2> あ、会社で使うから ?3。取りに戻ったら 12番、加藤さん、加藤さんに借りてた本、今日返すつもりだったんだけど。1>, 1、機会があれば是非、ぜひ。2、2> よかった、返してくれて。3、別に、いつでもいいよ。 問題5問題5では長めの話を聞きます。メモを取っても構いません。1番2番問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて 1>, 1から4の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは始めます一番デパートで店員と客が話していますいらっしゃいませあのー 通勤で使えるカバンを探してるんですけどパソコンが入れられて背負えるタイプで普段荷物が多いんで軽いものがいいかなそれから携帯とか財布などの小物を入れるポケットが2つは付いてるのがいいんですけどうーんそうですねパソコンが入れられるタイプでしたらこちらのシリーズの4つのモデルは全てパソコンが入るサイズで背負うことができて通勤にも便利ですえー このモデル1はパソコンを収納する部分が頑丈に作られています。外側にはポケットがたくさん付いているので、いろいろなものを整理できますし、それほど重くありません。うーん軽い素材が使われているのがこちらのモデル2です。外側に小物を整理するポケットが2つ付いています。えー、それからこのモデル3も軽くて背負いやすいです。 ショックを吸収する素材が使われているのでパソコンを入れても安心です。内側はポケットのないシンプルなデザインで外側に大きめのポケットが一つついていて携帯や財布が取り出しやすくなっています。あと、こちらのモデル4はベルトをつければショルダーバッグにもなります。素材が革なのでちょっと重いんですが内側に携帯と財布それぞれの専用ポケットがついてます。 うーん、ポケットは一つじゃ足りないし多すぎてもどこに何を入れたかわからなくなるからなそれにやっぱり軽い方が通勤には便利かなじゃあこれにします客はどのカバンを買いますかモデル1。 2, 2モデル23モデル34モデル42番会社で女の課長と若い社員2人が 食事について話しています。もう9時ね。遅くなっちゃったから、帰りに食事していかないいいですね。お腹がペコペコですよ。この間、中華の美味しい店を見つけたんですけど、どうですかそれ、先週一緒に行ったところ確かに美味しいけど、あそこ、この時間は結構混むよ。会社の隣のパスタの店なら、すぐ入れると思いますけど、 値段も手頃だし。あ、ごめんなさい。パスタは私、今日お昼に食べちゃったの。そうですか。それなら、会社の向かいの和食の店はどうですか雰囲気もいいし、料理の種類も多いし。あそこ、ちょっと高級なんだよね。給料日前だし、きついな。駅の近くの焼肉の店はどうですか ?2 時間で肉食べ放題なんですよ。こんな時間に重いものは食べたくないな。 野菜や魚の方が胃に優しいと思うけどそうね時間も遅いしねうんメニューがいろいろあるところなら好きなものを選べるんじゃない二人とも頑張ってくれたし今日は私がおごるからありがとうございます三人はどの店に行くことにしましたか 中華の店。二、パスタの店。三、和食の店。四、焼肉の店。 3番。まず、話を聞いてください。それから、2つの質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。では、始めます。 農業のイベント会場でアナウンスを聞いた後、男の人と女の人が話しています本日はご来場いただきありがとうございます会場についてご案内いたします第一会場では地元で採れた新鮮な野菜の試食と販売を行っております季節の果物も豊富に揃えております 第2会場では地元の野菜や肉などを使ったお料理を会場のお席に座ってお召し上がりいただけますただし毎年人気の野菜天ぷらは残りわずかとなっておりますのでお早めにお越しください第3会場では農業について知識を深める様々なクイズやゲームをお楽しみいただけます本日はお米1年分などが当たる 巨大なカボチャの重さを当てるクイズも用意されています。第四会場では。可愛らしい動物たちがお客様をお待ちしております。馬に乗ったり、ヤギやウサギに餌をやったり。動物との触れ合いをお楽しみください。なお、本日は四時に終了の予定です。終了まで、どうぞ楽しいひと時をお過ごしください。終わりまであと一時間か。 うーんずいぶん混んでるしあんまり時間もないから会場一つしか見られないねどこがいいそうね私はいろいろな野菜を食べてみたいなえさっき昼ご飯食べたばかりなのにそれに人気あるって言ってたからきっと行列ができてるよううん、うん、そうじゃなくて今日の夕食の材料が見たいの取れたばかりのってなかなか買えないじゃないああそっちなんだ じゃあ別々に見ようか。僕はせっかくだから勉強していきたいし、何かいいもの当たるかもしれないから。うん。じゃあそうしよう。動物はいいの好きでしょ動物も見たいけど、時間ないから次の時でいいよ。質問1。女の人はこの後、どの会場へ行きますか 質問2男の人はこのあとどの会場へ行きますか